どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日もうぷ主の Vlog を私たちが実況解説ツッコミしていくわよ。了解だぜ。それじゃあゆっくりしていってね。今日はね、福沢選手のラストマッチなのよ。霊夢もう泣いてるじゃないか。で、福沢選手引退するのか。オリンピックの代表選考から漏れたでしょ。その直後に引退の発表があったのよ。福沢選手って確か去年と一昨年はパリに移籍してたんだよな。そうそう、だから私やマリサは昨シーズンのプレイ見られてないけど、うぷ主はめちゃショックだったみたいよ。福沢選手って、一貫とした哲学を持ってそうだし、バレーボールに対してはすごく真剣で、でもユーモアもあって男らしい人だなって思うんだぜ。そうよね。かっこよくってなんか理想のお父さん像って感じなんだけど、実際に4人のお子さんのお父さんだし、あんなにかっこいいお父さんがいたら自慢できちゃうんだぜ。引退後はバレーボールに携わるのか？それがね、引退後は車両に専念するらしいのよ。それはもう福沢選手を本当に見られなくなるんだな。今日のね、観戦チケット即完売で追加販売もあったんだって。みんな最後に見たい気持ちは一緒なんだぜ。本当に今日で福沢選手は最後だけど、一般の職についても福沢選手ってめちゃめちゃ仕事できそうじゃない？そうだぜ、理想の上司って感じだぜ。理想のお父さんに理想の上司って、私たち福沢選手の虜になってるわね。この席アリーナじゃないか。そうそう、最初はアリーナのみの販売だったのよ。今日の割り線は福沢選手仕様になってるんだぜ。これじゃバラにするんだけど売るともったいないでしょ。ちゃんと針線用と保存用に2枚配布されたんだって。それは気が利くじゃないか。しかも両面違うデザインなんだぜ。試合前のアップなんだけど、ちょっとゲームっぽいことしてるみたい。ちょっとだけ見てみよう。ボール2つ使って2人ずつ交互に打ってる感じかしら。最終的に1つのボールが落ちるまで続くんだな。